皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ式の計算の10回目、今回は単項式の情報で累乗を含む計算、これについて説明していきます。累乗になっている部分ですね、この部分は文字の前についている係数、そして文字の部分、どちらも累乗の数だけかけると、掛け算をすると、ここが計算をミスしないポイントになります。ではこの3つの式を使って説明していきます。括弧1括弧マイナス 3a2 乗括弧閉じ2乗かける 2a、 こういう計算ですね。よくあるミスが、このマイナス3とこの累乗の2をかけてマイナス3かける2でマイナス6と、こういう計算する人いるんですけど、そうじゃないんですよね。だって累乗っていうのはこの括弧の部分を、これ2乗になってますから2回かけるということです。つまりマイナス 3a2 乗括弧の2乗、ここはマイナス 3a2 乗、これを2回かけるわけですよね。それからその後ろでかける 2a、 こうなります。係数の部分計算するとマイナス3かけるマイナス3で、負の数かける負の数ですから正の数になって9、9かける2で、係数の部分は18になります。そして文字の部分ですね、 a の2乗かける a の2乗で a の4乗、さらに a をかけるので a は5回かける、ですから18の後ろに a の5乗と、これが答えになるわけですよね。括弧2番です。括弧 3xy 括弧閉じ3乗と、この場合もこの係数の3と累乗の3をかけて差段が9、こういうミスやっぱり多いんです。でも累乗の意味というのはこの括弧の中全体を3回かけるんですね、3乗ですから。つまり 3xy かける 3xy かける 3xy ね、こういうことですよね。で、数字の部分、係数の部分ですね、 3×3×3 で27、そして x は1回2回3回かけるので x が3乗、もちろん y も3乗、答えは 27x3乗y3 乗、こういうふうになります。括弧3番、今度は分数になっています。マイナス3分の 1x 括弧閉じて2乗かける 9y ですね。ここでのミス多いのはこのマイナス3分の1かける2とやってマイナス3分の2と、こういうふうに計算しちゃう人、たまにいます。気をつけてください。こちらでやってきたようにこの括弧の2乗というのは括弧の部分を2回かけるという意味です。ですからマイナス3分の 1x 括弧の2乗はマイナス3分の 1x、 これを2回かけるマイナス3分の 1x とこうなります。かける 9y ですね。これマイナス3分の1かけるマイナス3分の1かける9という計算をすると、マイナス3分の1かけるマイナス3分の1は9分の1ですよね。9分の1、そしてそれに9をかけます。そして x を1回2回3かけてかける x かける x、 その後ろに y をかけるわけですよね。ここで約分ができますよね。そうすると係数の部分は1になって消えます。まあ書かないんですね。そして文字の部分が x2乗y と、答えは x2乗y とこうなるわけです。この累乗を含んでいる計算、括弧の場合その括弧の部分を何回かけるかとね、ここをしっかり覚えることが大切です。
今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。